どうも。はい、どうも。はい、第2回ピノチャンネル、うん、みんな待望してたね。はいはい、俺もうごめん、皆さん待望なんで、やっぱり2回目です。オープニングの振りがある、振りとかないんですけど、やるんですけども、はい、実はですね、前回、うん、この1回目の放送でね、はい、実は前回見たやつに関してはちょっと1回文句言うけど、ちょっと1回置いときましょう。1回で、はい、初回無料プラス、はい、シャンパンまでつけますみたいな話。シャンパンまでで行ったの、はい、嘘つけ。それはそう、3組限定でね、はい、で行ったら、はい、来た、来てなくない、初回でシャンパン開いた人まだ見てなくない、社長すね見てないっすね。でしょ、いや、それマジで確かに見てない、ない見てないっすね。マジない、シャンパンを出しますよって言っても来ないわけ、うん、はい、大丈夫、マジかと。視聴者の方、それはやばいっす、大丈夫ですか、ここまでそんな知名度ない店ありますという。でもこっから成り上がるのは楽しい。確かにですね、まあ、まだじゃあ、うん、あるってことですもんね、それは。いや、ないね、もうないっすね。まあ、今日は僕出たんですね。今日は僕出たから大丈夫です、うん、本当に。いや、そう、それは期待した。今日からこんだけ男前出して、確かに。では、自己紹介というか、紹介からします。では、たけるくんからどうぞ。はい、おとといから、そうやな、はい、入ったたけると言います。よろしくお願いします。イエイおーおイエイイエイを。そうなんです、そうですね、はい、某店の、はい、まあ、幹部ホストだったんですけど、はい、寿司おごったら来てくれたからです。安いの、だいぶ安いの、もう本当に安いか高いかはもう、それは本人が決める。いや、まあ、でその寿司がもしかしたら、いや、まあ、わかんないっす、めっちゃ大トロ戦艦とか銀座かもしんないし、うん、はい、ひばり寿司かも。あ、なんだよ、まさかのカブールって言われて、うん、そうですね、タイトルコールもいきますけども、自己紹介、はい、まあ僕がみんなに夢を届ける天野ジャクって言ってね、うん、ちょっと声ちっちゃいと思う、ちゃんと言ったらいいです。あ、本当ですか。あ、僕がみんなに夢を届ける天野ジャクって言ってね、ジャク君です。いや、待って、そのフォローないんすか。そう、ないよ、困る。いや、夢は届けてもらわないと困るし、ね、そう、夢は届けます、うん、本当にディズニーランド以上の夢を届けます。ゴーテンのマダラ、まあ一回置いときましょうか。それうちはマダラやな、うん、完全に、うん、引き続きコメントお待ちしてますので、一旦タイトルコールいきます。ピノチャンネルです、どうぞどうぞ。はいはいはい、カッコつけないでもらっていいですか。ちょっとカッコつけないでもらっていいですか。主役は遅れるけど。あれやあるよ、さすがに、さすがに、本当に。一回じゃあコメント拾ってきますか。今から10件のコメントは拾いましょう、うん、そう、セクシー、ありがとうもうカッコいいとかいいよ。いや、早い、ジャックカッコいいとかいいよ、ほんとに早いからジャックカッコいい、うん、初回枕ってしますか。じゃあ、でもそこどうなんですか。しないよ、しないっす、一切。いや、もう僕の目を見てください、ほんと。そんな顔します。カメラ目線で、します、僕の顔見て、目を見て、それ聞きたいっすわ。いや、今来るから、しそうな目この目はしてないよね。いや、間違ってないわ、人を見る目ありますね。間違ってない、間違ってないっす、なるほどね、はい、すいません、ほんと。なんか、それでも10件使ってない。はい、すいません、ほんと、はい、それすいません、ほんと。だからまだ、その初回シャンパンサービスみたいな、3組様限定までは、うん、カウントダウンみたいなのしてたんだけど、まだあと3件残ってます。あれ、ワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンある。この回で来た場合はもう2人のためにみたいなのあるから、うん、まあ、それはもう嬉しいですね。シャンパン飲みてえな、ほんとに。飲みたいっすね、マジ飲みてえ。ちょっと待って、入ってない店みたいなのがちょっと一回やめよう。でも、あと3組。いや、初回で。あれ違う。やばい。いろいろやばいみたいな。やばい。いろいろ危ない。だって、7本入ってたじゃないですか。
いやいや、だから普通に入ってんだけど初回で、うん、あの無料でシャンパンをプレゼントするみたいな。無料でね。あ、そういうことね。あ、そうそう、はい、すみません。そう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 、危ない危ない、もう全く入らない店みたいになってる。ほんとに危ない危ない。いや、草生やしてる場合ちゃうで、ほんと。いや、ほんとに危ない。危ない、ほんと。年内限定とか期限もつけようみたいな。いや、そうだ、年内限定。いや、明日までだ。大事っすね。ほんとにイケメンだね、ありがとう。いや、いいよ、そういうの。あ、そうなんですよ。結構イケメン揃いの店なんです。みんなイケメンだから、ほんとに。うん、俺だけじゃないから別に。いや、うん、俺だけじゃないから別に。だからね、まあ、せっかくなんで、まあ、年内だったらいけないんだけど。いやいや、年内のうちに来てもらってる、うん、でも遠くに住んでる方もね、多分見てくれてるかもしれない。そうそう、まあまあまあ、それは嬉しいですよね。でも今フライトしたら別に年内に間に合うんで。いや、やってねえよ。やってないっすね。鳥やね、はい、鳥でこないといけない。フライトとかじゃないんすね。そう、鳥だよ、鳥、はい、ではですね、あ、そうっすね、まあ、まずせっかくなんでね、前回の放送で、はい、あのうちの官房さんのレオナ君、あ、レオナさん出しました、はい、で、はい、レオナ君が、まあ、滑っちゃったというか、うん、ちょっと僕も悪かったんですけど、はい、第1回の放送のせいで、はい、うまく噛み合わないっていう奇跡が起きたんで、じゃあ今回はなんとですね、僕携帯にしっかりあのあれです、何を話そうかみたいなのをしてきました。はい、はい、じゃあ聞かせてもらっていいですか、ちょっと。いや、そうでしょう。前回見てくれた方もね、そうだと。いや、そうです。過剰書き。いや、過剰書き。間違いねえよ。マジの過剰書きやから。マジの、あ、じゃ見えないかな。まあいいわ。で、なんだろう、何くんだろう。君だよって滑らせたみたいな。そうなんですよ。どんな人がタイプですかみたいなのがあって、はい。レオナが、えみたいになったから、はい、君だよって言えって言い続けたら、滑る。あ、俺それ見たっすね。君だよって滑らせた。この人、いや、そうや、そうや。コメント118番の方、絶対前回見てますもんね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に嬉しいっすよね。なんかそういうこと言って、まあまあ滑ったんですけども、まあせっかくなんでね、その入店のね、はい、なぜこう数ある、200店舗以上細くらばあるから、まあまあまあ、そうですね、こんななんか 1km 正方形みたいなぐらいのところに、はい、そんだけ細くらばありますと、はい、でもなぜ入ってくれたのか、はい、ちょっとジャックから、じゃあ、あ、僕からっすか。先週も見てくれたからありがとうございます。では僕取り、はい、貸さなくて大丈夫ですか。あ、じゃあ先にじゃあ、タケル。あ、そうですね。僕、取り、ボケたい、ボケたいのね。いや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 。ハードルきつい。なるべくこう、かぶるような感じで、ちょっとイメージしながらしゃべります。あ、お題はですね、お題というかですけど、あの、せっかく2人とも電撃入店。そうっすね、やっぱ。あれ書いてないの、電撃入店。あれ、あ、いや、書いてあるっす。全然書いてあるっす。あ、こっちで、こっちで、こっちで。めちゃめちゃ書いてあるっす。ここ書いてあるっす。自分の1000万プレイヤーしかない。いや、すぐ数字しかない。1000万プレイヤーよりでかいですからね。あ、そうやな、そう。ちゃんとしてもらっていいですか。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、そうね、あの、入店のね、はい、それを、なんか、きっかけみたいな。あ、はい。いや、ちょっと、滑っ、あ、はい、はい、それは、たけるさんから。はい。いや、もともと、社長とは、一緒にやらせてもらう機会がいいですね。まあ、1ヶ月半ぐらいですか。そうですね。で、もう、その時に、こう、結構、もう、自分もヘルプつかしてもらったりとか、言ったらついてもらったりとか、その時にもうあのこの人トークがまずうまいなっていうのと、ポテンシャルやばいなみたいな、マジポテンシャルやばいなみたいなのがあって真面目が来てる。一応まだ真面目でとりあえず今最初なんで、まあまあまあ、で、あのその中でこう、あ、ちょっと押さってみたいなっていう気持ちがあって、うん、もともとなんかこう、オープンからこう、やるって話だったんですけど、あ、はい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 、いろいろ、ね、あの、いろんなあれがあっての事情重なってね、まあまあまあ、はい、今っていう感じだったんですけど、うん、で、またイケメンなのか、社長が、うん、あの、ほら、顔がいいよね、来てるから、あと、いい子そうだねも来てるから、あ、そう、本当にあのそういうキャラで一応やってるんですけど、でも、その話長くなるとも来てるんで、ちょっと、いや、ちょっと短く、短く、ここからマジで社長のすごい、本当、ね、めちゃくちゃいいエピソードですね、はい、ありますか、ありますね、ありますね、もちろんある。たまたま寿司屋で、自分が他で寿司屋行ってた時にたまたま社長とお会いして、あ、おはようみたいな、久しぶりみたいな感じになって、そっからまあ挨拶させてもらって、食べて、社長が先帰ったんですもんね。はい、そうですね。お疲れたけるみたいな感じで、あ、お疲れ様ですって言って、じゃあいざ自分たちが会計しようとしたら、もう会計すべて終わってるみたいな。めちゃくちゃイケメンだなと思って、いや芸能人かみたいな言ったら、芸能人が後輩と会った時に毎回おごるみたいな。いやいやいや、ジャニーズで教わってきたんで。いやいやいや、それちょっとジャニーズ事務所でね、教わってきた。俺マジその時あのマジであの寿司全部出そうになりましたね。逆にね、いや食べたのに興奮しすぎて、もう
炊くならグイっすね。いや、そういやそうそうだね。そうっすね。まあまあ今ほら、飲んでもあれだけど、そういういろんなことがあっての今こうご縁があってっていう。ああ、ね、はい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 、はい、いろいろあったよね。いや、そうなんだ、タケルとは一緒に働かせてもらってて、はい、まあ1ヶ月ぐらい本当にあったんですけど、なんかそのタケルずっと売れてて、いやいやで、パッと見た感じもうとっつきにくそうでしょ。いや、でもこんな笑顔出してるんですけど、その時のお店で笑顔なんか全くないもうマジで柄悪いやんけこいつみたいなぐらいだったんですけど、出勤も遅いし、はい、なんだしみたいになってたんですけど、うん、まあ、でも話してみたらめちゃめちゃ熱いみたいなね、はい、めちゃくちゃ話させてもらったっすね、うん、それは。前はどこの店だったかちょっと伏せさせてください。 P で、P っすね。イニシャル、イニシャル P、 イニシャル P っすね。 P から、P から流行るんでね。 P から流行るんで、はい、そう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 、 P から流行るんで、そうなんですよ、というのがあったんで、はい、P 入るっていう、まあやっとだよね、はい、あ、はい、本当にやっとっすね。そうだから、もうその時から考えたら、え、どんぐらい3ヶ月ぐらい待ったのかな。3ヶ月ぐらいですね。オープン前だもんね、はい、うち今オープンして3ヶ月目とかだから、はい、そうだね。いや、ピノちゃうわ。ピノやめて、ピノから引き抜いたらやばい。どういう状況ってなりますよね。すごい、ありがとうございました。帰ってって、帰ってって戻るみたいな。そう、オセロやでもそんなもん。何なんそれ。今従業員は15人ぐらいですかね。はい。で、ではついに、おこれを後にしてくれる。やっぱり僕が鳥を飾るんですけど、まあ言うたら、まあいろいろ経緯はあるんですけど、まあなんか、まあ簡潔に言って本当に、まあ僕は本当に、まあ一回みやびさんに面接をしていただいて、はいはい、まあ他店舗に、はい、そうですね、まあ入った経緯があるんですけど、まあそれで、まあもう一回、あの、いや面接、あの草早、ああ、まあそうですけど、いやいや、ちょっと早い、ね、いろいろ、いろいろちょっと僕気持っちゃうんで、すいません。まあいろいろ、まあそういう経緯があって、はい、まあもう一度、あの、みやびさんの、まあ社長とお話しする機会いただいて、まあその時に、いや人柄じゃなくて、本当に、いや、ケツを掘りたいなと思って。ああ、違う、それ、それ P、P 入りますね。別に嫌じゃないけど。そうっすね、それこそ P 入る。いや、嫌じゃないけど。そうっすね。P いや、嫌じゃないけど。じゃあ、俺も嫌じゃないっすよ。カメラ外して。いや、ちょっと待って。これなんだろ、ゲイ会みたいになっちゃうから。ちょっと。そうっすね、なんかちょっと、それこそ P 入っちゃうんで、シャープ、あ、なんですか、あ、なんか、いや、ちょっと滑ってない。あ、大丈夫。あ、そう。でも、なんかその、なんか、いや、ゲイ店じゃねえ。うん、それはやめて。じゃあ、その辺もだから、ちょっとあの、わかんないけど、ジャニーズもそういうのよく聞くから、そうそうそう、ジャニーさんがみたいなのあるじゃん。そうですね。え、だから、ジャニーズです。そう、まあ、無理やり、強引っすね。マジで強引っすね。それは強引だわ。ジャニーズにしても大丈夫なんかな。え、どうなんすかね、それは。え、P から流行るんじゃないですか。いやいや、ジャニーズ全然 J から 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 J なんか持ってった感すごい。日本から流行るみたいな。なんかそう、日本語で J スタートでしかないかもしれない。まあまあしょうがないね。持ってった感すごい。すごいなこれ。いや、そう、なんか前回コメント多いわ。そうっすね。まあでもなんか、まあマジで僕もちょっと真面目かみたいななるっすけど、本当にまあ、みやびさんの人柄に含めて僕は入店したんで、まあそれは本当にコアラはでかいけども、そうっすね、そうっすね、さっきまあ似てるってコメントもあったっすね。コアラのマーチじゃないっすけど似てる、まあ、誰一番最初の頃に似てる。あ、本当っすか。へえ、ガクと似てるって言って。ちょっと待って、名前ジャックになってるからね。ジャック知らねえな、にわかや。ちょっとめちゃくちゃかっこよくなってますよ、本当に。それはにわかや。ジャックアマのジャックだから。あ、でもほら、いや、ちっちゃい点いらんから。いや、でも違う。アマのジャック。違うよ、びっくりした。タイタニックのね。はい。レオナルド・ディカプリオがやった役もジャックやから。あ、そうなんですか。だから、レオナルド・ディカプリオにしたら源氏な。似てるアマ、まあ、嬉しいけど。やばいやばい。うん、ディカプリオなんだ、俺。まあ、ある意味、でかいけど。そう、切り裂きジャックもね、うん、そう、切り裂き、うん、そうです、ジャグです、ジャグです。もともと本職は結構殺人鬼やったりとか結構あったんですけど、今落ち着いてホストやってるんですけど、だいぶ落ち着いたっすよ。だいぶ落ち着いたっすよ。ジャグでもジャグでもジャックでもシャケでも何でもいいけど、うん、覚えてもらったらいいですか。ハクじゃねえわ。発音悪い、そんな悪い。ちょっとあの舌変えてきますわ、ほんとに。いろいろやばいね、うん、いや、そうなんですよね。いや、ジャグラーじゃねえわ、別にこっちじゃねえから、うん、じゃあ一回一回打ち続くあれで CM ね。そうっすね、そうっすね、一回じゃあ CM どうぞっていうのを、はい、2人に言ってもらいたいんで、
せーので CM どうぞでお願いします、はい、せーの CM どうぞ。君も今日からラブの一員さ。はい、ということでですね、はい、あの今3人で話したんですけど、はい、そうそう、もう本当にコメントがあったかいし、あったかいですね、なんか2人ともその、はい、あ、タケルはなかったのか、ジャクは前の店のそのはい、はい、あ、でも僕ちょっと酒作って仕事をしてる、ああ仕事できるみたいな雰囲気やめてやめてほんで、出ろと言われても出なかったわけそうっすね、で僕はずっと、CM 中に来たこのいい雰囲気だねとか仲良さそうっていうその嬉しいです、ね、そう見てすんごいなんか、あ、この番組やってよかったなみたいな、まあ、僕の自腹なんですけど、本当にもうみやびさんちゃんと僕出てないです、いやでも僕の自腹なんですけど、もう本当社長に本当にでも僕の自腹なんで、もうあの自腹、うん、めっちゃ重い、すごい自腹ビー、自腹今3回言いましたから言えたら、えだから初回の方にはその何この番組見たで3組までシャンパンサービスするのに、あの経費はやっぱまだ出すのはもったいないなっていう、ああまだね、まあ言うて、なるほど、みたいな自腹いくら、うん、この番組と1回の収録で12万円なんで、はい、だから月だと4回ぐらいあるんで48万で、今回請求が初回だったんで62万来ましたね。でもこの後番組の方に嘘つけって怒られますけどまあでもまあ弱指名も来るんで ね、まあ、これ見たら、ね、うん、まあ僕の良さにみんな、うん、そうなんですよ、だからそんぐらいあのコメントもですね、だからもう全財産ですよ、毎月全財産もう注ぎ込んでますけど、ですね、このチャンネルぼったくりですよ、だからそういうことよ、次回からもしかしたら逆にな、逆に出れなくなるかもしれない、うん、そう、でもどうなんですか、番組終わるみたいな、でもなんかいつの日か想像できなくなるみたいなね来る日があるかもしんないし、俺ね、あの遺跡とか考えたことなかったんですよ、ああ、はいはいはい、はい、なんかもうこれでいいやとかさ、例えばだけどホストやってると、はい、なんかそのある程度役職ついてきた時に、はい、これでいいやみたいな、同業でいいですかって、なんすかお願いします、で、はい、あるじゃないですか、もうここまで来たしとか、こんぐらい稼げたからもういいや感が出ちゃうじゃん、でも遺跡ってさらなる高みを目指すわけでしょ、まあまあそうですね、まあ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 、その時にその踏み切った時の心境的なものはどうだったですか、もちろん最初はやっぱ不安とかもあったんですけど、まあ、どっかでこう自分でこうやるぞってい う、 こうスタートを切るって、新たなこう心機一転やるっていう、こう意識の切り替えじゃないですけど、そういうのをマジであの大事にしたいなと思ってたんで、まあ本当にお話もいただいてて、いい、自分じゃ あくまで自分のためにみたいな、ね、そうですね、もうタケルがしゃべるずっと真面目真面目くるから、うん、あ、今はワクワクしてるのだってめちゃくちゃ楽しみでもしょうがないですね、まあ、2日目なんで楽しいとかすごい、うん、まあ遺跡に揺れたいや、これは本当にあの真面目に言っときるんですけど、うん、本当にゼロ、全くのゼロです、いや、ゼロです、全くのゼロです、ゼロ、本当にニュース、いやすごいね、いやこれはなんだろうな、上級者がホスト経験、いやホストがまたはみたいなね、多分ホスト、うん、ああ、わかります、はい、なんか遺跡金で言うんだったら僕の寿司代、そう、お寿司代ぐらいです、ね、もう本当にお寿司代で俺は揺れたみたいな、ちょっと安い人みたいな、いきなりめっちゃ安い人みたいな、しかも某寿司三昧ね、そうですね、ほぼほぼ出てますから名前がもう、もう歌舞伎町の寿司三昧ね、寿司さんしかない、いやもう寿司三昧のホタテ食わされたら心揺らぎますわ、いやすごいね、いやガリだけでいきますよ俺は、そうでしょ、ガリだけで、ガリ、いやさっき3人居酒屋行った時に、はい、全然2人ともカニ食わんよ、全然そうですね、あんなにカニいっぱい出した
でも言うたら僕上だけは食いましたよ。カニ味噌のあの上だけは。カニ味噌は嫌いだ。カニだけ行ったんすね。まあカニだけ行った贅沢に、はい、カニ三枚、カニ三枚、あ、こっち、ね、こっちやと思って、はい、なるほど、俺食うのこっちやと思って。でその今同じ話、僕なんで質問したか忘れたんですけど、女子はどうなんですか。まあ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 、言うたらなんか本当にそうっすね。やっぱ社長、いや、あのそのワクワクしてますとかそういうのにちょっとあのせっかくなんで視聴者さんからの、そうっすね、なんかないっすね。いや、イオンショッピングセンターとか、なんかじゃあジャクに聞きたいことをちょっと募集しときましょう。一旦それ俺の顔がでかいからやみたいな、あ、それちょっと滑ってますね、うん、今一番欲しいもの、あ、来てる。お、まあでも言うたらなんすかね、やっぱ愛っすかね。なるほどね、なるほど、ラブの方ね、ラブの方ですね、なんかジャクラブみたいな、そういうのがやっぱ一番嬉しいじゃないですけど、うん、まあ言うたら貯金が、うん、ゼロっす。クリスマスでいい思い出ってあるって、ちょっと一回、いや、そうなんですよね、本当に。きましょう。なんかクリスマスほど本当にまあ予定ある人は予定あるし、うん、だからなんかクリスマスじゃあホストやってたら、あ、もちろん営業しないといけないし、一言言って、一言言って、なんか僕はクリスマスでいい思い出予定ないっす。だからいい思い出もないっす。ないのかい。だから待ってます。タケルは自分ですか。自分はもうイルミネーションを見に行ったり、高校生の時しかイメージないっすね。でも、なるほどね、思い出って、いや、ないっすよね。仕事仕事だったんで、なんかそうっすよね、やっぱ仕事仕事ってなるんで、まあ、ホストはそうなるもんね絶対ね、はい、でも俺はなんかそのまあ仕事だからかもしれないけど、なんかその仕事だからその横に人と入れたりとか、あ、まあ、仕事だからちょっと美味しいお酒飲めたりとか、はい、そういうのがやっぱいい思い出だったりとかになるっすよね、やっぱり。まあ、だからもうここ最近ではね。ちょっと待って、ちょっと待って、出なかった、その話。いや、出なかった、今の。今の出なかった。相づちやん。根っからのホストですよ。いや、それはそうじゃないと失礼でしょうよ。クリスマスイベント。イベント。あ、何するんですか、いや、僕知らないっす。知らないっす。ビンゴ大会やるんですよ。まあ、どこの店、あ、言ってましたね。まさか、まさかのビンゴ大会を。いや、今回、結構その、そこに、はい、合わせたんですけど、はい。小、景品か。景品の、はい、全部合わせると、え、いや、他の店の方が高いと思うんですけど、だいたい30万ちょっとぐらいの。それは高い。30万も出るんすか。いやいや、うさんくさい。まあ、確かに知らなかった。知らなかった。知らなかった。そこまで知らなかったですね。すいません。そう。でもまあまあ、そんぐらい相当 の、はい、のプレゼント用意した、ね、はい、無料の、無料、そう、あの、無料なんすね。無料の、普通なんかどこもさ、あれやるじゃん、なんかそのそうなんか、まあ、この紙買うためにお金かかるじゃん、はい、あ、PSO もちろんあります。あ、言っちゃったけど、あります。あ、いやいやいや、ちょもちろん、もちろん、先走りしない。でもまあ聞かれちゃったら言うしかないんで、まあ、あります、あります、もちろんあります、うん、っていうのを、ビンゴ券では無料なんですよ。ビンゴ券無料っすね。はい、通信販売聞きますよ。ジャパネット高田だな、みたいな。高田じゃねえわ、弱やわ。買ってしまったか。じゃあ当たった人は売ってくれればね。まあちょっと利益になるんじゃないかな。転売、転売中がいるからね。もう従業員に売るか。従業員で欲しいやつに売るかどうか。買います、買います、買います。だよね。買うよ、買うよ。まあでも遺跡に不安はあったんですか。めちゃめちゃあったっすね、でも。まあ言うたら。まあ最初はそう。まあ知らないんで、まあ言うたら遺跡したら、ね、まあ僕はもともと、まあもちろん、その、みやび社長とお付き合いじゃないですけど、はあったんで、まあみやび社長のことは丸々知ってるんで、まあ、社長を信頼して入ったんですけど、その他、従業員って言ったら、まあ、ね、まあまあ、言ったらまあ言い方悪いんですけど、まあね、他の人は知らなかったんで、まあちょっと怖いんですけど、やっぱ宮城社長が、そんな不安だったかね。俺のケツを貸すよ。うん、ああ、そんな、多分、行ったね、多分行ったね、それは。本当それまたゲイ会みたいになるんで。もしだから俺のケツが欲しい人見てたら入店してくれば大丈夫。そうっすね。だから俺入店しました。だから、あの、後で。そうっすね。俺もガバガバっすね。いや、だから俺喧嘩ガバガバっすね。お尻を貸すぞって言われて。いや、貸すじゃない。もらってくれたら。もらったら。だから、いや、貸すぐらいはもらえや。あれだな、移籍金屋の社長のケツ。いや、そうよ。ガバガバや、ほんとに。お尻みたいな。そうですね。まあなんか、ギャバギャバじゃないけど、まあそれ言ったらまああれなんですけど、まあ、すごい、なんか今回は僕本当に社長の人柄に憧れて、なんかもう、この話の後に大丈夫かなって思うんですけど、まあ、社長の人柄に憧れて僕は本当に入りましたね、今回は。うん、なんか、あんまり言うとさ、やらせみたいになっちゃうから。まあでもね、単純な話で言ったらさ、はいはい、その不安があるってことは本気でチャレンジしようじゃん。そうっすね。そうっすね。単純な話で言ったら。まあ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 。だから、
本気で付き合ってる相手に対しては、うん、例えばだけど浮気してんじゃないかとか、はい、本当はなんとかしてんじゃないかって不安になると思うね、本気で好きなだけ、はい、と同じで本気で婚姻席を考えるから本気で不安になると思うね、うん、はい、だからなんだろう、その不安があるってことはいいことよねっていう、まあまあまあ、まあ、そうですね、不安はすごい、もうマジで社長に会っても僕いろいろあったんですけど、社長がその不安を全部なんか脱いでくれたじゃないですけど取り除いてくれたんですよ。そうなんですよ、懐深いっていうカンペに書いてあったの。あ違った、あしかもあのさっきケツの話したの、はい、脱いでくれたってどっちの脱ぎか分からなかった。じゃあ感じはね、なんで今回こんなになんかほぼ書いてないの。いやいや、おかしいやん、おかしいでしょ。ちょっとカンペとこ、カンペとこ、そう、用意書、用意書、用意書がホモかみたいな。そんなこと全然ないですよ。台本探したんですけど、移籍何人ぐらいいるんですかね。全部地方とか込みだと多分半分ぐらいが、だから15人いるうちの半分ぐらいが移籍組みたいになってますね。でもまあそんなに移籍する人っていないと思うんですよ。うん、ね、しかもなんか、ね、じゃあ来ないよみたいな言われて、はい、行く人ってマジ少ないし、それってなんかやっぱ経営者のね、まあ店長とか、うん、まあなんか社長とかね、やっぱとかがやっぱ人柄が良くないとみんな移籍しないと思うんですよ。じゃあ最後にさ、もうあと2、3分で、ケツが緩い、あ、2、3分はい、でもあるから、ね、はい、あの、あれやってもらっていいですか、あの何票みたいなやつ、何パーセントみたいな、この中で指名すんなら誰、みやび、ジャク、タケル。じゃあグラス持っていいですか。あの顔だけ隠していいですか、こうやって。これもあと残りね、ちょっと何分かだから最後にこれをちょっと聞いて、投票数が一番どうする、低いにする、高いにする、そこは高いにしましょう。やっぱ高い人がグイグイね。いや俺か。オッケーオッケーオッケー。じゃあ今あのやってもらうんで、あのクリック制のやつに、あれそれ大丈夫ですか。今も集計中です。あ、もう集計中、早いっすね。見えない的なね、こっちはね。僕だけカメラ目線ですね、やっぱり。いいの、アピールしなくていいの、うん、愛してるよ、みんな。じゃあ俺外人風に I love you。 これ多分一気に減ったっすね、多分。減るとかないですか。てか、可愛いよね、なんか。減るはない、ほんとに。減るはない、減るはない、マジ減るはない。見てる人マジ可愛いよね、減るはない。今日可愛いね、ほんとに。すごい、すごい、うん、今日可愛いよ。じゃあ1分前なんで、じゃあそろそろ結果を。はい、じゃあ結果お願いします。お願いします。え、一番なんだっけ、高い人が飲むの、低い。少な、俺少な。ある意味、ある意味やろ、少な。じゃあアピールがあったんかな。いやマジで、あの俺の姫様にちょっとあの申し訳ないって感じです。そうだね、だからその姫は何票見れればよかったかね。ではあの次週はさらに移籍組なんですけど、地方メンバーでうん、はい、なんとこの回をお送りします。なのでぜひ見てください。ではそれではおやすみなさい。おやすみなさい、いい夜を。ありがとうございます。夢で会おう。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってでーす。アンタッチャブル柴田でーす。よろしくお願いします。なんで僕が言うサントリーフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデーす。じゃあ番組が盛り上げるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。